目指すは有名ピアニスト。何度もピアノのコンクールを受けていた。それでも誰も評価してくれなかった。そんなある日、夢の中に不思議な猫が現れた。猫は僕のピアノを退屈そうに聴いてくれた。けどあの不思議な猫はこの言葉を最後に僕の前に現れなくなった。ねえ、君は誰に向かって音を奏でているの？猫の言った言葉の意味がわからないまま半年が経った。今日はこのコンクールで落ちたらピアノを弾くのは最後にすると決めた日。僕はピアノの椅子に座った。その時、客席のどこかにあの猫がいた気がしたんだ。それからのことはあまり覚えていない。コンクールの結果は優勝。あの猫はいない。けど僕はあの猫に教えてもらった。誰かに届けたいという思いがあってこそ意味のある音楽になるのだと。昔の私は勉強も運動も好きではなかった。いつも周りからの怖い視線を浴びながら時間が過ぎるのをただただ待っているだけ。はあ、今日もやっと一日が終わる。たまたまついていたテレビの向こう側には人気アイドルグループ。同じ世界にいるのにアイドルってなんであんなにキラキラしているんだろう。スポットライトが一斉に自分の方を向いた。私の第二の人生がここから始まる。ふと学生の頃に感じた感情が自分の心に蘇る。やっとこの世界で生まれ変われる。そう思っていたのに、結局いつの時代もこの辛い感情と向き合って生きていかなければならなかった。私って何のために生きているんだろう。この問いの答えを探し出そうとした時、その答えはもう見つかっているのかもしれない。卒業アルバムを見てふと思い出す。中学生の頃はぶつかり合って悩むことも多かったけど、だからこそみんなそれぞれの目標に向かう素敵な仲間として成長していけた。みんなで同じ高校にも行って、卒業するときにはまた胸張ってみんなで会えるように成長するぞってやる気満々で大学に来た。そのはずだったよ。けど夜になるとなんとなく覗いてしまうインスタには、中学の頃の友人たちの楽しそうなストーリーがたくさんで、取り残されていると思ってしまうのは私だけかな。思い悩むうちに
気づけば寝てしまっていたらしい。ベッドから出て一日を始めるのが少し怖い。恐る恐るスマホを手に取ると中学の頃の仲良しグループからの LINE の大量の通知が。こんなに嬉しい朝はいつぶりだろう。まだ苦しい胸の内をみんなに話す勇気はないけれど、それでも一分咲きの桜の花びらがひらり、私の心に舞い降りた気がした。二十歳になって初めての冬、あなたと出会った。あなたは八つも上なのに、あなたと話す時間は緊張などせず自然と落ち着けたの。それから共に時を重ねて、あなたは伝えてくれたね。僕の彼女になってくれませんかって。その夜、ホットコーヒーを飲んで緩んだあなたの笑顔と、私が飲んだ甘いカフェオレの味を今でも覚えてる。二人が出会ってから初めての春、あなたが飲むコーヒーは気づけばホットコーヒーからアイスコーヒーに変わっていた。朝日を浴びて小説を読むあなたがとても綺麗で、私はそんなあなたのことをもっと知りたくて、こっそりとあなたの読む小説を読むようになった。二人で一緒に迎える初めての夏。最近ね、気づいてしまったの。あなたが読む小説のヒロインはいつも甘え上手だけど、大事な時は彼を引っ張っていくような素敵な人だって。私とは違うなって。私は仕事で忙しいあなたにいつも何も言えず、寂しくて抱え込んで、そのせいでたまに喧嘩して、そのたびにあなたは優しいから逆に悲しくなる。相変わらず私には飲めないコーヒーを飲むあなたは遠い存在のようで、本当はあなたに似合うような素敵な女の子になりたいのに。そしてもうすぐ二人で迎える初めての秋。
この人誰？今日からこの人が舞のお父さんだよ。舞のお父さんはこの人じゃない。その日から私は知らない男の人と一緒に暮らすこととなった。今日からお父さんだって言われたって、私には大好きな本当のお父さんがいた。ある日のこと、電話が鳴った。大成病院の田中と申します。吉典さんが倒れて運ばれてきました。今すぐ来ていただけますか？病院に着くと、ベッドで眠っているお父さんの姿があった。お医者さんから放たれた言葉はとても衝撃的なものだった。余命あと半年といったところです。毎日のように病院に通うことがだんだんと苦痛になっていた。血のつながっていないお父さんの世話なんて、なんで私がしないといけないの？お父さんの容体が急変したと病院から連絡が来た。私はお母さんと急いで病院に向かう。そして担当の先生は私たちのところに来てこう言った。とても危険な状態です。もう目を覚まさないかもしれません。当分集中治療室にいることになるお父さんのために、お母さんと病室の整理をしていた。すると一つの手紙を見つけた。恐る恐る読んでみる。舞へ。舞にどうしても伝えたいことがあるので手紙を書きます。手紙を読み進めると衝撃の言葉が書いてあった。舞の本当のお父さんは今この世にはいません。私は目を疑った。自分の身にもしものことが起きる前に自分から必ず伝えておきたいという思いで手紙を書いたという内容が綴られていた。一気に今のお父さんとの出来事がフラッシュバックする。学校行事には必ず来てくれたし、誕生日とクリスマスには必ずプレゼントとケーキを買ってくれた。そんなお父さんのことを実のお父さんではないという理由で突き放し、嫌っていた自分に深く後悔した。私は無意識に集中治療室へと走っていた。辛そうなお父さんの手を握り、今までごめんね、ありがとうお父さん。翌日、昨日の前の思いが通じたのか、奇跡的にお父さんが目を覚ました。一日だけ外出許可が出た。私たち家族が訪れたのは、私が初めてお父さんと会った公園だった。父は無言で晴れ渡った空を見上げる。お父さん、そろそろ行こっか。あ、ごめん、行こうか。今日も空はとても晴れ渡っていた。もしかしたらお父さんはもう分かっていたのかな。これからは空から本当のお父さんと一緒に見守っててね。お父さん大好きだよ。離れることばかり考えていた。あの頃の私はまだ子供だった。私ばっかりって立ち止まっては
ありがとうございます。それでは次の日が最後になります。ぜひ皆さんと一緒にクラブして